ハタイコーカールフリードリヒの日、ロシア皇帝パーベル一世の三女、母は皇后マリア不要泥ブナ、ロシア大公女、サンクトペテルブルクで生まれ、パブルフスクで育った。幼い頃に首都を受け、軽度の天然痘を発症したため容姿を損ない、可愛らしい少女ではないと思われていた。祖母エカチェリーナ二世は、マリアのピアノの才能を認めながらも、 マリアが男の子に生まれればよかったと言っていた。マリアの音楽教師は、イタリアの作曲家、ジュゼッペ・サルティだった。1804年、マリアは、ザクセン・バイマル・アイゼナ派大公カール・フリード・リヒと結婚し、バイマルへ移る前に、サンクト・ペテルブルクで9ヶ月暮らした。マリアは、芸術と同じくらい科学に興味を持ち、どちらかといえば、文化的に後進国だと見られていた。 ザクセンバイマルアイゼナハ大公国に豊かな文化財産をもたらした。マリアは生涯を通じてバシーリー・ジュコーフスキーと文通し、フリードリヒ・ホンシラーは彼女に遺作となった死を捧げている。彼女はイエーナ大学に十の学科を設け、アレクサンダー・フォン・フンボルトを招聘した。晩年にはフランツリストを宮廷に招いており、1850年8月には、 リスト式でリハルトワーグナーのローエングリンの初演がバイマルで行われた。リストのピアノ曲コンソレーションは彼女が作曲した主題が一部に用いられており彼女に検定された。1853年にカール・フリードリヒと死別すると公的な場から退いた。ロシア訪問は 1855年のオイアレクサンドル2世の戴冠式に出席するための旅行が最後となった。4年後の1859年にバイマルで死去し、カール・フリード・リヒラが眠る大区下墓所内に彼女のために建造されたロシア正教会聖堂に埋葬された。ありがとうございます。